どうも福岡県住みます芸人皆勤賞の賞金です。そして撮影は赤色です。お願いします。お願いします。さあ、はい、今日はですね、福岡市城南区というところに来ております。なるほど、城南区まで来ましたか。城南区まで来ました。福岡大学というものがあります。そうなんですよ、もうすぐ近くにね、福岡大学っていうのが。だから今ちょうど夕方ぐらいですよね。はい、もう人通りが、もう学生たちがもうめちゃくちゃ多い。そんな、この場所で、今日ご紹介するのが、はい、部活飯と。おお、福大の学生たちのお腹を満たしている、はい、部活飯、学生飯と、はいはい、いうことですね。そこの近くにあるんですね。この近くにあります。お、じゃあ早速その部活飯食べに行きましょう。福大前駅から、はい、歩き始めまして、うん、まあ、大体5、6分ぐらいで、そうですよね、着く場所ですね。なるほど。七隈線があの博多駅まで開通したので来やすいですよね。そうですね、沿線上は。だからもう交通の便もすごい良くなってる。早い早いんだってロケ初めてだ。お、え、何ですか。飛行機雲だ。いや、すごい行動も少年の心忘れてないね。今すごいぜ。今何が起きたんだよ。綺麗な飛行機雲。やっぱりこの若い人たちが行き交うところってすごいね。なんか活気があるというか、活力が満ちてるような、そういう空気ですよね。ドキドキしちゃうね。いいのかなっていう。あ、なるほど。私みたいな。おいくつでしたっけ。もう35ですね。35になります。39だろ。おい、なんやその顔。おい、止まれよ。行け、止まれって。違うわ。こんな厳重な扉が学生飯の扉じゃねえだろ。さあ、ということでお店はこちらです。こちら、はい、お、大和屋。はい、大和屋さんでございます。ここに噂の部活飯があるということですね。そういうことなんです。今店内に、お邪魔しております。はい、ただもうとんでもない忙しさです。もうあちら側のこのお店の大将でございます。大将こんにちは。こんにちは。こんにちは。すいません、忙しい時にお世話になってます。お世話になります。はい、ちょ、大将まずちょっとお聞きしたいのが。こんにちは。どうぞ。いいよ。どうぞ。お願いします。お疲れ、よろしくね。お願いします。よろしくよ。いいお願いします。です。ちょっと待ってね。大将めちゃくちゃガタいいですね。この辺じゃ普通です、ね、いやそんなことないですけど。このお店はもうどれぐらいやってるんですか。こんにちは。こんにちは。毎度お世話になってます。できてます。すっきりなしです。ちょうど今年で41年になります。41年。はい、はい、そうなんですね。すごい。お世話になってます。今おいくつでいらっしゃいますか。23から始めました。23から始めて、え、41ということか。え、え、還暦超えてるの。超えてます。すごい。マジっすか。大将、これしっかりお客さんがチケット持ってきたら、はい、一人一人握手されてるじゃないですか。そうですね、感謝の気持ちです。あ、はい、すごい。だからさっき私もね、握手させてもらいましたけど、引きちぎれるんじゃないかってぐらい力が強かったですけど。そっちり握手って感じでしたよね。やっぱ嬉しいですね。大将、これやっぱお客さんの層は、はい、学生さんたちが多いですか。そうですね、福大生中心に、あと旧大生、青南、三大、いろんなとこから来ます。なるほど、はい、いろんなところから。高校生も多いし。今日はちょっと部活飯ということで、はい、もりもりのちょっと唐揚げ丼を食べに来たんですけど。あ、そうですか、はい、いいですよ。いいですか。あります。鶏唐揚げ丼だよね。唐揚げ丼、はいはいはい。これの、だから大盛りだよ。あ、でも鶏唐揚げ丼600円。もう安いよね。これからけど大盛り行ってきます。さあ、ということで来ました。何笑ってるんですか。こちらでございます。うわ、
ですかね。いただきます。はい。でか。一個がでかいよ。1、2、3、4、5、6、7。目視できるだけで7入ってます。これは最高。とにかくサクサク。ああ、衣。衣がまず美味しいよね。んで、しっかり中がジューシーだから、ボリューム感もあるし、味はあのめちゃくちゃしっかりしてて、醤油ベースかな。めちゃくちゃお米と合うね。さらに、こうしないと、ご飯が見えないのよ。ああ。ちょっと、あご飯が、見てください。マヨネーズがかかってる、キャベツの上に。あ、本当だ。なるほどね。で、マヨとしても途中から楽しめると。ほかほか、うまそう。ピザルルのバリネット、お待たせしました。またね、やっぱ唐揚げとマヨが合うのよ。そうですね、食べるのに集中。今これマジで通常のご飯1杯分ぐらい食べてる。4杯分ぐらい通常のお椀の。あなたもせっかくだから唐揚げ食べてみたら。わ、ちょっと別にしていただきたい。お肉柔らか。柔らかいのよ。スパイシーな感じも若干あって、これお米に合うね。うん、お前がカメラ持てよ。翔健さんがカメラ持って俺撮らないと。なんで俺映ってない状態で食レポしなきゃいけないの。ボタボタ言ってたら持ってくります。だ、口悪いって。これ何ですか。これ何ですか。これオムスペっていうやつ。オムスペ結構出てるよ。これ、え、上に唐揚げ。唐揚げ乗ってて、はい、そしてオムライス。はい。で、これ何グラムぐらいなんですか、ご飯とかは。あー、全部で1キロちょっとだと。わお、1キロいいですか。すごい。これすごい。唐揚げどうですか。めちゃくちゃうまいっすよ。うまい。ありがとう。最高です。噂に聞いたところによると、もっとでかいのもあるって聞いたんですけど。ありますよ、10キロっていうのがあります。10キロ。はい、唐揚げ丼の。唐揚げ丼の10キロ。食べる人いるんですか。そうですね、今まで1人。あ、1人。それはもうやっぱり、ね、そういう方ですよね。フードファイターそういうですよね。そういう数字の方です。唐揚げ丼そうですね、見かけてます。こだわって若い人だから濃い味が好きなんですよ。はいはい。しっかりつけて、確かに飯がいけるようにして。食べきりました。なんとか完食いたしました。とんでもないボリュームでしたね。いやでも美味しかったですね。めちゃくちゃうまい。それこそ副大を卒業した有名人たちは必ず来てるという。あ、若い男性ばっかりかなと思ったら、いろんな年代の方来られると女性も多いね。うん、お店の雰囲気もすごくいいし、何より大将がな、本当に博多駅からのアクセスもいいですし、ちょっとぜひこの大和屋、皆さん来てください。ということで、以上、会議員賞の賞金と平野でした。ありがとうございました。